戦国なでこがこうもあっさりと俺の嘘をカンパしたのは、そもそもこいつは俺のことなんてまるっきり信用していなかったということだ。心の闇ではなく闇の心だった。誰のことも相手にしていない。本当、もう嘘つき。美しい。本当に嘘ばっかり。世の中って、世界って、この世って、本当にもう嘘つきなんだから。ああ、誰に言っている、そして何を言っている。お前には誰かの願いを叶えることなんかできないよ。嫌いだって言われたんだ。私みたいな可愛いガキは嫌いだって言われたんだ。だけどそれってどうすればいいのかな。私は確かに可愛いガキだけれど、けどそれって基本的に私のせいじゃないじゃない。それでもそんな自分でも自分なんだから、好きになるしかないじゃない。大嫌いな自分でも愛せるような、どんな自分でも愛せるような。そうじゃないな。昔と同じように、人間だった頃と同じように、周囲にいいように振り回されているだけなんだ。お前がお人形さんなのは今も昔もちっとも変わらねえよ。そういうところ俺の知っている女は違ったぜ。俺はな、あいつはそのままの方がいいと思っていた。なのにあいつはあくまで神に頼らない生き方を選んだんだ。いろいろ気を回してやった俺を逆恨みするありさまだぜ。なあ、お前とは大違いだろう。